皆さんこんにちは、健康海賊団の院長です。健康海賊団のトレーナーです。はい、じゃあ、はい、第2弾、第2弾お願いします。前回ね、はい、僕の、ビア級についてを紹介したので、はい、まあ、まだ見てないよって方は前回の動画をご覧ください。じゃあ早速ね、はい、今回はトレーナーの、はい、ビジョントレーニングについて、そうですね、はい、話していただきたいと思うんですけど、多分皆様聞いたことがないというか、まだマイナーではあるかなというところがあるので、はい、これきっかけに知っていただくことができたら自分も嬉しいなと思うので、今日はぜひ皆様少しだけお時間いただいて聞いていってください、はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまず早速、はいはい、トレーナー、まずそのビジョントレーニングの出会いっていうんですかね、出会うことになったきっかけ、はいはいはい、はいはい、ビジョントレーニングに僕が出会ったのは、実はそのアメリカの方で僕はビジョントレーニングの技術というか指導技術、指導実績を積ませてもらったんですけど、実はアメリカに別にビジョントレーニングがしたくて行ってたわけじゃないっていうのが、今一番最初のことで、野球を僕はちょっと長い間やってて、野球をプレーしにアメリカに行ってた。でその中で自分が選手として、で僕の師匠といいますか、うん、もう先生の方がいるんですけど、その先生の方がビジョントレーナー、なるほど、僕がその先生から指導を受ける選手っていう関係で、まず僕にとってのビジョントレーニングっていうものが初めて、知識の中に加わって、うん、でそこから、野球ちょっと頑張ってみたんですけど、怪我もあり、ただまあ自分の実力が足りなかったかなと、そういう中で引退することになって、うんうんうん、じゃあどうしようかなと悩んでた時に、先生ですね、師匠の先生が、うんうん、お前どうするんだとこれから、うん、僕はあんまりこういろいろ計画的に考えるタイプではないので、まあ、とりあえず日本に帰って何か考えるよっていう話をしたら、翌日家に来なさいというふうに言われて、うんうんうん、何もすることがない、何も考えてないんだったら別に俺からのオファーは断る理由はないよねっていうふうに言われて、物によるけどっていうような話をドクターの方として、まあその提案がうちでビジョントレーニングのトレーナーにはならないかと、でもならないかというかもうなりなさいと、結局帰ってもまだ何するか決めてない、そんな状況ならある程度知識も持っただろうし、そんな中でうちのチームというか、ビジョントレーニングのまあ組織ですね、に残ってトレーナーになりなさいっていうことを言われたのが、まず僕がビジョントレーナーになったきっかけですね、うんうんうん、そこが一番の、もう僕がビジョントレーナーとしての初めの一歩です、うんうん、じゃあまあ多くの人がわからない、はいはいはい、知らない人が多いんで、はい、ビジョントレーニングとはどういう感じなトレーニングになるんですか、ね、はい、ビジョントレーニングとは、ですね、皆さん、簡単なちょっと違うところの説明からさせてもらう、字を書くようになるときに、はいはい、小学校の時、小学校1年生だったり、幼稚園生だったり、ひらがな書く練習をして、はいはい、あいうえおが書けるようになって、っていう物事を何か新しく始めるときに、多分練習であったり、準備であったり、そういうことをしてきたと思うんですけど、目を使う、物を見るということに関しては、何か院長、練習しましたか？全く何も練習してないですよね。もう生まれた瞬間から、まあ、映ってる。で、その映ってるものが何かっていう認識をしてるだけで、現状今多分多くの皆さんが、目で何かを見てるというわけではなく、目に映ってる状況っていうのが、今の多分皆さんの現状でして、そのビジョントレーニングっていうのは狙いを定めて物を見る、何か物を見落とさない、そういうトレーニングをしていく、周辺視野とか反射神経、空間認知能力、はい、ビジョントレーニングはそういう機能を高めていくっていうことになるんですけど、ものすごく簡単に言えば目の筋肉、筋トレですね。目もなるほど、はいはいはい、柔道整復師で多分勉強されたと思うんですけど、眼球を動かすための筋肉っていうのもあって、そこの筋肉って
全然人間の体の中でも動かない部類の筋肉になって常にやっぱ凝り固まってる、動きが制限される、いろんなこう不具合が起きる原因っていうのが目にあって、その目を自分たちはより良い方向に持っていくためっていうのが、まあ、ビジョントレーナー、ビジョントレーニングっていう、はあ、なるほど、確かに、はい、やっぱりこう右見たり左見たりするときも目で見るってよりかは首で、そうですね、だから 目では見てますけど、はい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 、目の筋肉を使って見てる感じは確かに見てないなっていうのが、ところが、はい、まあ現状多くの方がそうなってる。で、それはトレーナーがやるそのビジョントレーニングを行うことによって、その凝り固まった筋肉とかを、そうですね、はい、筋肉もまあ、ストレッチみたいな、はいはい、あの要領で、はい、筋肉をほぐすこともできますし、またその一歩先に進んでいけば、目をそのストレッチから先に進んで筋トレ、目の眼筋って言われる目を筋トレすることによって、この見る力の強化にもつながりますので、それが僕たちがやってるビジョントレーニングっていうところで、お店ではちらほら言わせていただいたんですけど、はいはいはい、その目を鍛えるためのトレーニング機械といいますか、前回の動画で院長たちが特許を持った器具をこちらですね、使用してると思うんですけど、実は僕たちって言ったらあれですけど、僕の師匠、眼科医の先生が開発したものが実はありまして、はい、目を鍛えるための、まあ、ギアですね、はい、トレーニングギアがありまして、それもちょっと僕たちは知的財産権をちょっと持っておこうかなということで日本では僕が、担当してじゃないですけど、そうですね、責任を持って、はい、日本で展開していくために商標特許そういうものを取らせていただいて、そうです、なので今店舗に商標特許を持ったものが2つあった。確かにそうです、なかなか難しいことだな、ね、1つずつ、で特にトレーナーの場合はね、はい、世界にね、そのお弟子さんが4人しかいないうちの1人ですからね、はい、だから日本にはね、トレーナーしかね、僕しかいないっていう現状で、はい、その今その機会をつ、ビジョントレーナーの方は、いるとは思うんですけど、その僕たちが開発した機械や、機材を使ったり、自分たちのノウハウ、僕の師匠がだいたい約60年ですね、60年前から取り組んでいたことの知識や知恵っていうところが、僕にはまあ全ては受け取ることはできてませんけど、多くの知識を分け与えてもらったっていうところの自覚はあるので、しっかりやらないとなと、そうですね、いう本当にで、それこそ院長さっき言っていただきましたけど、4人しかいないっていう中で、やっぱり後継者じゃないですけど、もっとこう深くビジョントレーニングを知ってもらって、そこから僕、私、ビジョントレーナーになりたいですというような人間も見つけていかないといけない、探していかないといけない、そんな状況の中で、まだちょっとこのマイナーなビジョントレーニングを、このチャンネル含め、この店舗含め、広げていけたらいいなっていうのは、僕の願いでもありますね。はい、さっきトレーニング言ってたみたいな、まあ、特殊なあの機材、はい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 、機械を使ってやるんですけど、で、まあ、誰にどのような方たちにその一番こう必要とされてるんですかね、はい、僕が担当してアメリカに滞在してた時に担当してた選手たちというか、お客さんは、はい、基本的にメインは、プロのアスリートだったんですけど、メジャーリーガー、はい、プロゴルファー、はい、NHL、アイスホッケーですね。はあ、アイスホッケーの選手、はあはあ、まあ、格闘技の選手、もろもろ、まあ、スポーツはものすごく目を使うので、そんな中で、いろいろ担当させてはいただいたんですけど、で、自分がもっと取り組んでほしいなっていう、スポーツ選手を担当してはいたんですけど、もっともっと、その前段階じゃないですか。ああ、なるほどね。子供であったり、これからスポーツを頑張っていく、はいはいはい、トッププレイヤーの選手しか見ることができなかったっていうのは、そのトレーナーの絶対数が足りない。僕たちが子供たちを見ている間に、プロの選手たちも一緒には見れない。どうしてもこう、1対1であったり、少人数っていうのが、ビジョントレーニングは効率的になるので、どうしても少ない人数で、やっていくことによってトレーナーの数がもう圧倒的に足りない、そういう循環の中だったので、プロのアスリート、トップアスリートだけにはなってたんですけど、日本に自分がこれを持ち帰ってきた一つの理由として、小さな子供から、高齢の方まで
全員を見ることができたかなと。どうしますか。いや、小さなところから来たら、あ、歌がちょっとこう、歌かなと。何の歌でしょうね。小さなとこから大きいいや、まさにですね。あ、もう全部、やっぱりそのビジョントレーニングっていうのが。え、今のは著作権に引っかからないですよ。僕ちょっと音痴で ちょっと微妙にリズムが違う。あの作も歌も曲もしもね院長ってことにしたくないんで、はい、それだと大丈夫ですよ、はい、今こう施術とかもね、こうまあ、悪くなって痛めてから来るよりかは、うん、まあ、その前の予防とかでもね、施術も取り入れられてますからね。そうですね、はい、だからその点でこうビジョントレーニングとかもスポーツする人やアスリートの方だけじゃなく、もう子供のうちから、はいはい、まあ、予防じゃないですけど、ね、はい、トレーニングっていうのは、まあ、大事には、ね、なってきますもんね、うん、やっぱり今はスマホ、パソコン、テレビ、もう目はかなり酷使されてもう悪くなる一方だと思うので、まあ、これも実際見てもらってもそうですね、この動画を見てくれた方たちはね、はい、そのスマホだったりテレビで YouTube をね、はい、もうこの中で見てくれてますからね、はい、まあ、ありがたいですけど目はやっぱり使われていますのでそこをちょっとこう少しでも、もうでも、しょうがないって言ったらいいんですけど、うん、もう逃れられない現代は、うん、そのデジタル社会の中で、光に目を当てるっていうことは逃れられないので、うん、なおさら、ビジョントレーニングっていうものが皆様のもとに渡って、その光であったり、まあ、社会の中のストレス、うん、目にかかるストレスをビジョントレーニングで軽減できたらなと思ってますので、うんうん、これから簡単なことから、まあ、ちょっと踏み込んだところまで、YouTube の方で、流していったりしようと思いますので、うんうん、ぜひ見ていただけたらそうですねいいなと思ってますね、はいはい、じゃあまあここでその始めることだったきっかけっていうんですかね、きっかけですか、はい、きっかけは僕はコロナが世界的に流行し始めて飛行機が飛ばなくなるとかそういう状況もいろいろあって大分に帰ってきまして、自分の中ではもう一度アメリカに行って勉強し直す、うん、スポーツ選手を見るっていうふうに思ってたんですけど、本当何か不思議な縁ですね。あ、そうですね。それ回り回ってまあこういうチャンスをいただいたというか、うん、こういう話をいただいて、であれば自分の身につけた知識っていうものをもう大分県大分にも持ってきてもいいのではないのかなと、うんうんうん、自分ももちろんこれから情報のアップデートであったり、うんうんうん、勉強であったりそこは欠かさずにやっていけば、いいので、ただじゃあそれがまた5年後入ってきます、うんうんうん、10年後入ってきますってなるとやっぱりちょっと遅いのかなと、うんうん、っていうことも自分は感じたので、院長とももう10年知り合って経ちますし、院長が自分がやってきたことも知ってくれてますし、本当にここでやる以外ないのかなっていう選択肢が、うんうん、でお願いして一緒にやることになって YouTube も始めてどん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 結果としてこう、そうですね、お客さんにビジョントレーニングを提供できて、うん、情報も発信できて、うん、こういう形になったので、トレーナーがこうしたかったことがね、そうですね、こう現実化してね、なのでね、また精力的に、はい、そうですね、どんどん活動していきたいと思うので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は、はい、そんな感じですね。はい、これからね、はい、まあまだまだたくさんいろんなことをね発信して。はい、行きたいなーって思いますし、今日だけでね、全部こう語れたわけではないんで、ね、まあ今後ともね、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。で、他に、まあ、ビジョントレーニングについて、トレーナーについて何かこう質問や、はい、コメントがある方はね、ぜひコメントしていただけたら、すごい嬉しいです。はい、そうですね。そして、あと、トレーナーのね、ホームページも、ね、概要欄に貼っておきますので、はい、皆さんぜひ見てください。はい。あとやっぱり多分、アスリートの方というか、はい、アマチュアの方でも、はい、ビジョントレーニングっていうのを多分耳に、したことがある人っていうのが最近増えてきてると思うので、うんうん、東京の方とかではね、ちょっとずつですよね、はい、だからどんどん質問してくだされば情報発信等もしますので、うん、ぜひビジョントレーニングといえば健康海賊団、はい、いいトレーナーがいるよと健康海賊団に言っていただければ確かに、はい、いいトレーナーって言われるように頑張りますので、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。